真剣に結婚するつもりだった彼女に振られたこと。俺の実家は謙遜なしで資産家。周囲の反応からしていい家柄ってやつらしい。それで親父も兄貴も金目当ての女につきまとわれた経験とかあって、家が金持ちだって話は結婚ギリギリまでするな。とにかく女の目当てが金じゃないかどうかしっかり見ろと念を押されていた。でも俺には学生時代から気心の知れた彼女がいて、そんな話は無関係だと思ってた。就職後俺自身は普通のリーマンだったし、俺名義の不動産とかは親父に任せてたから、家の金のことは気づかれることもなく付き合ってた。俺も彼女も20代後半になって彼女から結婚を意識した発言が出てきた。俺くん子供生まれたら節約してねとか、共働きだから家事は分担ねとか。俺も結婚考えてたから普通に話には乗ったわけで、どんどん具体的になってきて、結婚式の話が出た時いいきっかけだと思って家のことを話した。親のメンツがあるから式は盛大にして、その分だけ親に援助してもらおうと。そしたら彼女の表情がどんどん硬くなっていった。その日から電話やメールの反応が悪くなって別れ話をされたのが先週。すごいショックで、なんでだと言ったら、それがわからないこと自体私をものすごくバカにしていると返された。俺がそれまで実家の話をするとき明らかに裕福でない印象を与えようとしていたことを指摘され、それは確かにそうだったので否定できなかった。意図的に実家の経済状況を隠して付き合って、結婚の時点でバラすなんて全く誠意がない。しかもそれがお金持ちだって方向なら私が喜んで受け入れると思ってたんだよね、あの言い方だと。それがすごいショック。さらに俺の親に会った時の様子について、親ぐるみで家のお金のことを隠そうとしていたと言われた。あなたのご両親も私を試してたんだ。ニコニコして、俺にはもったいないようないいお嬢さんだとか言いながら、私がたかりかもしれないって品定めしてたんだ。そういう人たちを私はお父さんお母さんと呼ぶ気になれない。とどめに、俺が父や兄が家のお金のことでトラブルにあったのは事実だ。俺が君を信じても両親に認めてもらうために必要だったと食い下がったら、うん、お金持ちなら仕方ないんだろうね。私はそういう生き方をしたくない。できない。自分の子にそんな苦労をさせたくない。お金が全然ないのも困るけど、ありすぎるのも私には無理。だから、あなたとは、ついに結婚しない。と、すごい力を込めて宣言された。それから、ずっと、頭がぐわんぐわんするような感じが続いてる。本当に気心の知れた、もう、自分の中で嫁さん認定してた彼女が、本当にいなくなっちゃったショックだとか、心のどこかで、結婚相手が金持ちだと知ったら女は喜ぶもんだと思ってた。自分の腐れっぷりに気づいちゃったことだとか、親から、そろそろ結婚って言ってたろ。具体的な話まだか。ちゃんと家のこと話したか。って電話来たることだとか、そんなので頭がぐちゃぐちゃ。彼女はもう帰ってこないだろうな。それはわかるし、自分が間違えたのもわかるんだけど、どうしてたらよかったのか、は本気でわからない。でも、俺は、普通に楽しく恋愛したかったし、彼女と付き合ってからは、将来結婚しようと、思ってたから、そういうのは考えたことなかった。後継ぎは兄だから、俺の結婚は、そううるさくは言われないのもわかってた。心配だったのは、家のこと話した時に、彼女が豹変したら？ってことだったけど、彼女なら金に目がくらむことなんかないって思えたから、ここ数年は安心してたの。でも彼女にとって金持ちはマイナス要素だったんだな。何で気がつかなかったんだろう。
情けないけど、未練たらたらだよ。もっぺん彼女と笑って話したい。